今日のお話は治療方針の選択になります。嚥下障害治療をする上で、治療方針を選択しようとしたときに、嚥下障害とはどういうものなのかというところに立ち戻ってみると分かりやすくなると思います。嚥下障害というのは、今まで通りに食べていると命の危険があるような状態を指します。したがって今まで通りに食べるかどうかというのが大きな問題になります。また今まで通りに食べるのをやめて命の危険を回避する、そういった選択をしていく、その2通りが大きな選択の内容になります。また命の危険を回避するときに、継続して口から食べるのか、それとも口から食べるのをやめるのかというところで、また2つに選択が分かれていきます。そうしますと都合3つの選択になりますね。今まで通りの食生活を続けていくのか、食べるのをやめて別の栄養方法に切り替えるのか、あるいは別の安全な経口摂取方法を考案してそちらに切り替えていくのかという3つになります。訓練や装具や栄養や手術といったような方法をどう考えるかですね。これらの方法というのは効果が発揮されるまでに時間がかかってしまうんですね。そのためまず嚥下障害があると分かったときに、直ちに効果がある方法を導入する必要があります。そうしなければ、訓練などで効果が出るまでの間に命の危険が迫ってしまうことがあるからですね。そこで考えなければならないこと、すぐに選択できることとして先ほどの3つの選択があります。また訓練、装具、栄養、手術もすべて、どの方法であってもですね、あらゆる嚥下能力の異常をカバーするわけではないんですね。したがって治療介入をして能力の改善が見られたとしても、その後の能力に対してまた対応を迫られますので、さらにまた3つの選択を繰り返していくということになります。この治療方針の選択について模擬患者で考えてみましょう。75歳男性、70歳まで農業に従事していました。引退後は散歩や山菜採り、時々農業の手伝いをしていました。高血圧の指摘で高圧剤を服用しています。以前から寝ている時にむせて目が覚めることがありました。それが1年ほど前から毎日むせて目が覚めるようになり、また3ヶ月ぐらい前から外出しなくなってきてしまいました。そんな時に肺炎で入院します。発熱とむせで病院を受診し、誤嚥性肺炎の診断で入院となりました。入院後、絶食と抗生剤点滴をされまして、1週間で炎症反応が陰性化し、点滴が終了となってきます。さて、点滴終了の時に栄養をどうしたらいいのでしょうか。この栄養を始める時、誤嚥性肺炎で入院したということになりますと、嚥下障害があるということが前提になりますね。嚥下障害のある方の経口摂取を再開するのか、それともしないのか、ここが一つ大きな選択になってきます。さて、この方の栄養方法をどうしたらいいのか。まずはじめにですね、私たちが嚥下評価ができない、あるいは誤嚥をしていることだけが分かるような場面、嚥下診察ができないと考えてみましょう。そうしますと以下の4つの選択肢が上がってきます。1つにはもう栄養しないでそのまま、経過を見ると、点滴もしないし口からも食べないということになります。次に B ですね、食べさせる、今まで通りの食事を食べていくという方法があります。そしてその次に C ですね、胃ろうなど代替栄養を提案して、口から食べるということをせず胃ろうからの栄養にしていくという方法があります。最近では胃ろうではなくて CV ですね、中心静脈栄養を使うことも増えています。最後に D、 水分やゼリーを少量摂取した上で代替栄養も使っていく、胃ろうや CV を使った上で口からも少し食べるという方法、この4つの方法が考えられます。全く栄養しなければどうなるかといいますと、確実に全て悪化していきます。栄養、水分ともに足りなくなっていって確実に死に至る方法になります。この栄養しないという方法が正当化されるのは、
もはや栄養を取る方法がない、安全に口から食べることはできないということが証明されれば、口から食べないということを、そして代替栄養をしないという決断をされたときには、ある意味正当化されることがあります。いわゆる看取りですねの状況になります。ただし今回の前提が嚥下検査ができない、嚥下診断ができないという前提でしたので、そうしますとこの栄養しないという選択をしてしまうと本当に食べられなかったのかどうかということの証明ができないため、万が一ね、トラブルになった時にはかなり不利益を医療者が被るというふうに考えています。さて今まで通りに食べさせるとどうなるのかということなんですけれども、もともとが嚥下障害があって今までの食べ方では肺炎になった人ということになると、また肺炎になったことでさらに嚥下機能が落ちていると推測されます。同じ食べ方をしていると早々にまた肺炎になってしまう可能性が非常に高い。また肺炎になる前にもですね、誤嚥を繰り返すことで嚥下機能がどんどん悪化していってしまう。こういったことを繰り返していくと死に至ってしまう、こういったことは従来の治療の中でもよくあったと思われます。嚥下治療後に食べさせてみて食べれるから退院とすると、すぐにまた肺炎を起こして入院してくるということがありましたね。一方で安全な食べ方がわからない中で、食べさせても単に食べさせなくても問題だとなれば、今度は代替栄養をする、胃ろうや CV を使うということが考えられます。ただ胃ろうの場合ですね、従来700キロカロリーから1200キロカロリーの投与が多くてですね、必要エネルギーに到達しない、そのためゆっくりと低栄養が進んでいくということになります。またヨーロッパを中心にした胃ろうの研究では肺炎発生率は絶食と近似する、日本では口腔ケアをしっかりするために、絶食よりはいいんですけれども、口腔ケアをしっかりすることで 40% を肺炎を抑制する、そういった報告があります。一方で、60% は肺炎が残るということで少なくない確率で肺炎が起こってくるということになります。また食べさせてあげることができない、食べれないストレスというのが QL にどう影響してくるのか、QL の低下に見合うだけの利得があるのかどうかということも考えていく必要があります。最後にですね、単に代替栄養をするだけでは QOL に問題があるということで、水分やゼリーを少量摂取するという方法を加えることがあります。水分やゼリーの少量摂取でもし誤嚥していたとしても、直ちに肺炎になるほどではないだろうということが前提としてあります。いくらかでも食べることで唾液がきれいになってきて肺炎予防効果が期待されます。一方で栄養はまだ不足している、口から食べる分で、不足分の栄養を補うまでにはいかないために、ゆっくりと栄養不良が進んでいくということになります。食べられないストレスに対してはある程度対応が可能なので、QOL に対しての対応ができます。またある程度の能力維持が期待されてきますね。ゆっくりとした衰えというのをコントロールしていくことができるかどうかということになりますが、どうしてもですね、衰え自体は止まらないということが前提になってきます。ということでですね、検査ができない、あるいは誤嚥していることが分かるだけということの場合には、どの第一処方法を取ったとしても、何らかの問題が残ってくるということになります。そこで、今度は2つ目の立場、安全な経口摂取方法が分かるだけの研修をしている、そういった組織においてはどうなのか。そうしますと、これまでの ABCD の方法に加えてですね、安全な経口栄養、それを導入するという方法が考えられるようになります。安全な経口栄養を導入する上で非常に重要なのが十分な栄養が可能になるかどうかということですね。安全なという言葉の中に低栄養も防げるという意味が入ってきます。当院では2000キロカロリーの摂取というのが目標になっています。
また肺炎や窒息予防効果が高いことも重要になります。このような条件を満たした経口栄養が続けられると高い QOL を維持することができるとともに、さらにですね、能力の低下ではなく能力の回復が期待できるようになります。嚥下障害治療というのは落とし穴がたくさんあります。栄養しなければ確実に悪化し死に至ってきます。何でも食べたいように食べさせてあげようとするとこれもまた効率で悪化し死に至ってきます。胃ろうなどの代替栄養をしっかり作ったとしても、生命維持ができるもののゆっくりと悪化していってしまう。また少しでも食べさせてあげて QOL を維持しようと考えたとしても結局は低栄養が進んでいって能力低下が問題になってきます。となると安全にしっかり食べさせる十分量を食べさせるだけの代替方法を考えることができるかどうか、そこまで至って初めて嚥下障害治療というのは高い効果高い満足度を得ることができるということですね。安全な食べ方ということに、こだわっておりますけれども、これは危険な食べ方を続けていくとどうなるのか、肺炎や窒息低栄養になる、そしてまた嚥下機能自体も低下させてしまうのでより一層リスクが上がっていくということを覚えておいていただければと思います。喉頭侵入や誤嚥を繰り返すような食べ方をしてしまうと喉頭炎、気管支炎、肺炎あるいは感覚の低下を引き起こしていきます。また筋出力が低下して咽頭、喉頭、気管の知覚の低下をさらに招いていきます。こういったすべてが嚥下機能の低下として一括りにして考えることができますね。こういった嚥下機能の低下というのは成人だけでなくて小児であっても同じです。危険な食べ方をしているとやはり炎症が起きてきます。小児の場合、肺炎になったとしても命が助かるケースが多いんですけれども、とはいえその回復するためのエネルギーに成長のためのエネルギーが取られてしまったり、あるいは嚥下機能が悪化することで十分な栄養が取れなかったりということで、小児にとって大事な成長の機会を失ってしまうことになるんですね。危険な食べ方をしないで、しっかりと安全に栄養を取り続けて成長をしっかり促していくというのが小児領域でも重要になってくると考えています。